関西チェコスロバキアのマルコワ、拍手また拍手、1万観衆の入りましたストラスブールレヌスホール。今日もいろんなそのドラマが展開されております。最初にコマネチが落ちました。得点は 9.65、 だいぶ点が甘くなった感じもします。キャッシー・ジョンソンの床運動で大揉めがありました。しかし優勝争いはムヒナが 68.825 と着実に得点を上げております。その差が 0.2 つきました。そして第2位がキム 68.625、 第3位がシャポシュニクは 68.075、 0.55 と差が開きまして、これはムヒナとキムの争いです。いよいよ最後の種目に移ります。18歳のムヒナ、このムヒナ2回の跳馬のうちどちらかに 9.80 以上を上げれば優勝が決まります。8号以上ならば単独の優勝です。さあ1回目ひねった、2回回ります、どうでしょうか。2回宙返りの半ひねりですね。あ、どうでしょうか。ちょっと回転させるのを意味してか、だいぶ足を送り込んで上に上がる分が少なかったですね。ちょっとどうですか。さあ 9.8 が出ますかどうか。ムヒナのジャンプです。ここでひねって、まあ、そのために着地がちょっと一歩後退しております。 9.85 優勝です。これで優勝です。ムヒナ単独優勝が決まりました。点差が 0.2 開いております。 9.85 でムヒナの単独優勝です。さあ2回目花を添えますか。まだ本人は知らないんでしょうか。そうでしょうね。この表情はまだまだね、かなりプレッシャーのかかっている表情です。すでに単独優勝が決まっております。2回目のジャンプ、グンとリードを上げた。今度はどうだ。同じ種目です。同じ種目ですね。今の方が良かったですね。姿勢は良かった。したがって 9.85 はまず出ることは間違いありません。ムヒナ優勝です。シャポシュニコワ、そしてフィラトワと並んでのソビエト3人娘の1人、大きな技を持っていると言われていたムヒナが見事に個人総合の優勝です。グーンとスピードを上げます。そして手をつきます。体がぐーっと浮き上がります。このムヒナ半ひねりから2回宙返り、着地はわずかに後退しましたが、得点は 9.90 という高い得点が出まして、ムヒナは堂々の優勝です。あまりにもムヒナの技が大きくてですね、その人間技ではないと、宇宙人ではないかというような噂がストラスブールに伝わったんですけども、今日見ていても本当にもう素晴らしい技の連続でしたね。この難度高い技たくさん持ってますね。そうです。さて床の方はカナダのコーパです。右手をさっと上げましたカナダのフォーコ14歳、オンタリオで9歳から体操の練習をしております。平均台の方に今度はルーマニアの選手が進みます。現在4位におりますエベルレです。浮き腰です。綺麗なポールに行きます。新腕で行います。そのまま体を半分4分の1ねじりました。
すぐ高一声の倒立です。そして小招きが待っています。台の上はエベウレ、コマネチ2世と言われております。ルーマニアの新星です。ちょっとコルブトが見せたような姿勢を見せました。もう一つ頑張ります。何しろ幅が10センチしかありません。高天飛びを2回して最後フィニッシュに行った時足を踏み外しました。最後の種目でかわいそうですね。かわいそうというより怪我が怖いですね。怪我がね、この時です。両方外れてますね。あー、そうですね。でも最後下見えてたようですから、なんとか回れたと思いますけど、あれ、頭から突っ込むと大変なことになるんですが、今腰からでしたからね。コマネチ2世と言われるルーマニアの14歳のエベルレ、残念ながらフィニッシュ失敗しまして4位からもしかするとコマネチと変わるかもしれません。そのエベルレの得点を待ちます。コマネチです。跳馬すでに1回終わっております。加藤さん、1回目のコマネチの跳馬どうでした？2回宙返りなんですけど、ちょっと尻餅ついちゃったんですよ。あ、そうですか。飛び方はいいんですけどね、ちょっと上狙いすぎた感じですね。そうですか、さて2回目はどうまとめますか？もう1回やってほしいですね。床の方にはキムが踊るように演技をしております。そして跳馬の方はこのコマネチ2回目、モントリオールの時は本当に隙のない一つのミスのない演技を続けたコマネチなんですが、今日は段違い平行棒で落ち、そして跳馬では一回腰から落ちております。今の拍手はネリーキムに送られております。今の演技によって単独に間違いなし、優勝はすでにソビエトのムヒナに決まっております。そのキムの演技が終わるのをじっと待っております。今キムの得点が出ました。 9.95、 拍手声援です。最後の種目コマネチ、ちょっと唇が乾くんでしょうか。さあ、個人総合コマネチとしては最後の演技になります。スピードを上げます。2回、決まった、決めました。さすがコマネチ、4種目目一番最後の跳馬、それも2回目に決めました。やはり見せ場をしてますね。今のうまかったですね。ぐーんと加速して、これからですね、1回そしてもう1回ピタッと決めました。
ちょっと足は開いてましたけど、今のところで最後の1回で止まるかどうかでこれで決まるわけですからね。あ、このプレッシャーはでかいと思うんですけど、よく頑張りましたね。そうでしたね。 9.90 です。すでにムヒナの単独優勝、初優勝が決まっております。そして2位の金も決まっております。先ほどエベルレが落下しておりますが、コマネチとのそれは4位争いになるんでしょうか。こちらは先ほど床で大揉めに揉めましたキャシー・ジョンソン、跳馬です。伸身でひねりを入れました。前転跳び1回ひねりですね。どうでしょうか。跳馬は勝ち点、跳び方によって満点になる点数が違ってるんです。はい。これは勝ち点の多い跳び方なんですけれども、やっぱり他の2回宙返りですとか塚原跳びの伸身ですとか、点が出ましたね。9.65 です。つまり今まで10点だった演技もその上が出てくると、やはり勝ちが薄れてくるわけですね。はい、そういうことですね。前転跳び伸身で1回ひねったキャシー・ジョンソンですが、2回目技を変えてきますか、あるいはその技を大きく決めますか。うん、変えてきました。どうですか。こっちの方がおそらく点数は上がるんじゃないかと思います。大きさもありますし、塚原跳びの伸身までちょっといかないかなという感じなんですが、見ましょう。この位置から1回伸でやってますね。1回伸ばしてそれから屈伸ですね。伸にしてましたね。この方が評価は高い 9.80 です。各種目とももうだいぶ演技が終わってきました。ピアノの伴奏に合わせまして、床の方は9番目オランダのボレボンです。ボレボン兄弟の妹さんです。足が開きます。オランダの選手権ではお姉さんの方が選手権を取り、このイングリッド・ボレボンの方がジュニア選手権を取りました。しかし世界選手権では妹さんのイングリッド・ボレボンの方が個人総合に残っています。紫のコスチューム、オランダのイングリッド・ボレボンの演技が終わりました。これで全部の演技が終了したわけです。手を挙げて観衆のファンに応えました。オランダのイングリッド・ボレボン、第19回の世界選手権女子の個人総合はソビエトの18歳、エレナ・ムヒナが見事に優勝です。そしてネリー・キムが懸命に追い上げましたが、わずかに及びませんで第2位。第3位に同じソビエトのストニコワが入りました。第19回世界体操選手権大会の女子個人総合の表彰です。3人の中にコマネチの姿を見ることができません。1位、2位、3位、いずれもソビエトです。
優勝はソビエトのムヒナ 78.725。 段違い平行棒でムヒナひねりとも言うべき素晴らしい大技。このゆかでムーンサルト、そして2回宙返り、素晴らしい技を決めました。新しいスターが生まれました。それがソビエトのエレナ・ムヒナです。 FIG のヒトフ会長から彼女の胸に金メダルが輝きました。持ち点の上に今日素晴らしい得点を上乗せいたしまして、堂々の優勝。そして第2位、同じソビエトのネリー・キム 78.575。持ち点では5位だったネリー・キムが鮮やかに2位に上がりました。マックス・バーガーパー事務総長から銀メダルが、両手を挙げて応えるネリー・キム、素晴らしい追い上げでしたね。みんな期待してたんだと思うんですよね。堂々とそれに応えました。そして第3位にはソビエトのシャポシュニコワ、また目に涙でも浮かびそうな、本当に冷たい目をします、寂しそうな目をしますシャポシュニコワ。ソビエトのムヒナが1位、キムが2位、3位がサポシニコワ、ソビエト勢が並びました。そして4位にルーマニアのコマネチ、5位ルーマニアのエベウレ、そして6位にチェコのチェルナが入りました。女子の個人総合